はい、こちらで枝取りと、まあ、枝取りした枝物のね、もうさらにこう下に入れていく作業が出来上がりました。要するにこう枝を作って枝を構成する作業が終わりました。で次にこちらのねポニクアミブラックを入れていきます。はい、こちらのようにコニカルブラックが入りました。コニカルブラックは割とこの大きく入れた木の根元あたりに入れていくのがポイントですね。はい、次にこのベニアオイを入れていきます。ベニアオイはこれパーツにね切り分けて、一個一個のパーツに切り分けて、このコニカルブラックの中ですね。それからコニカルブラックの脇あたりに固めていきます。はい、続いてこちらオリエンタルリリーのエマニーを入れていきます。こちらは葉っぱをねこのように不要な葉っぱは取り除いて、ただ全部取ると味がなくなっちゃうんで、必要な葉っぱだけは残しておきましょう。はい、このように入れていきます。続いてこちらのドラセナレッドを入れていきます。ドラセナレッドも1枚だけはね、これ何回も売ってますけど、このように長くしてカットして、あとは短くカットして使っていきましょう。
最後にこちらのトルク茎を入れて色添えと少し動きをね出していきます。はい、今回は枝物を枝取りして、そして溜めて作る方法をお伝えしました。その作った枝の下ではね、結構お花もこう生き生きと見えるのが分かりますか。このように枝をね作るというのは、こう枝物を入れたアレンジを作る上でものすごく重要なテクニックとなります。はい、こちらの枝物を作るという方法をよく覚えておいてくださいね。これはものすごくこの枝物アレンジを作る上で役に立つテクニックです。さっきも聞きましたけどね。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.